おはようございます。おはようございます。今日も、YouTube の撮影やっていきたいと思うんですけど、今日はまたちょっと比較動画を、撮っていきたいなと思うんですけど、まあ、今日サイズは胸ないぐらいです。腰腹ぐらいで形も良くていい波が来てるんですけど、今日はなんと見てください、こちら豪華です。4本今日は用意しました、ジャスティスサーフボードさんから。はい、これを乗り比べて いきたいと思います。これテール形状がいろいろあるのね。そうなんですよ、いろいろあって性能もそれぞれ違うので、ちょっと今日はこの波で自分を乗るだけではなくて、はい、自分が乗ってる波を解説していただこうかなと思いまして、今日もゲストで浦山鉄プロにお願いします。おはようございます。おはようございます。新しいですね、新しいスタイル。今日は新しいスタイルで、そう、2人で乗って感想って、やっぱプロサーファーの乗れて当たり前じゃんって言われちゃう部分を、ね、逆にヒロトのサーフィンをじゃなくて、あ、これインスタのこの特徴はこう、例えばエッジナンバー4はこう、 80s と 80s アフロの違いというか、はい、コンセプトはやっぱり人の板によって違うん で、ね、それを例えばヒロトのライディングで、あ、今のはインスタだからこうですね、エッジ4だとやっぱりこういうところが特化されてますねとか、そこはバージョンアップしてますねっていうのを今までと違う形で、はい、乗る人に対して分かりやすく、こういう人にはこうですよ、例えばこういう波でもこういうサーフィンをしたい人はやっぱりこうですね、古いモデルとかではなくインスタの方が合ってますよとか、はいはいはい、決してこう何だろう、前に戻るからその板が丸いとかじゃなくて、その人に合った板っていうか、そうですね、そういう特徴を出しながら今日は説明しながら、やりたいかなと思います。お願いします、はい。で今日、用意した板がなんですけど、こちらの 80s、はいはい、これ、はい、既存モデルですね。そうです、既存のモデルと、こちらがニューの 80s アフロ、アフロ、はい、とこちらがナンバー4ザ・エッジ。お、これは2024年モデル、24年モデルですね。アフロもそうですね、はい、はい、とインスタですね。これは既存のモデルですね。これ、はい、浦山さんのやつですね。鉄さんがギャンギャンいつも乗り回してたインスタですね。この4本の板を自分なりにちょっと一回乗ってみます。で自分の乗った感触と鉄さんの説明だったりをこう照らし合わせながら、皆さんが自分の好きなフィーリングで、あ、この板気になるなとか、そういうのをちょっと感じ取ってもらえたらなと思いまして、今日は鉄さんでご協力いただきながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。できます。そうです、まず一発目からこちらの 80s High ですね。はい、こちらがサイズがちょっと長めの510、19と8分の5、2と16分の7、30.86 リッター。ちょっと自分にしてはちょっと重いんですけど、全然問題ないと思います。はい。思いっきり、まあ、あんまり自分、80s High、あんまり乗ったことないんですけど、ちょっと今日で、テスさんにこうちょっと言ってもらいながら、思いっきり自分なりに乗ってみたいと思いますので、皆さんその辺要チェックです。お願いします。お願いします。いってらっしゃい。行ってきます。今乗っているのが、80s High といって、 80s があって、それをさらにちょっとロッカーをつけて、もうちょっとパフォーマンス、 80s はもうテイクオフの速さ、V 形状、 V から V コンケーブっていう形状なんですけど、もともと自分が、覚えたところ、 V ボトムってあって、 V ボトムをスケートボードのカーバーとか柔らかいイメージ、それをそのまま海で再現できるようなイメージでコンセプトを作ったんですが、それの 80s High といって、さらにパフォーマンス寄りにしたボードなんですけど、見てても
コンケーブと違うのがこうピタッと張り付いてドライブ感というよりこう水の上に浮いたような感じで V をうまく使いながら柔らかい動きなんだけどダブルコンケーブがあることでしっかりとこうエンドは最後テールが食いついてくれるそういうようなライディングなんで、まあ、あのスムースな柔らかさからエンドでしっかりとこう引き込んでるパンチがあるそんな感じのライディングかなと思います。見てると分かると思うんですけどこうなんか水の上にこう浮いてるよう な, こうなんかフローした感じのスピード感でボトムターンがこうグラッとこう重心がかかるんじゃなくて浮いた状態で上がっていくようなでまだ多分あのヒロトもやっぱりこうハイパフォーマンス売りのボードに乗ってるんでその V とコンケーブのやっぱりこうフローでいきなり浮いちゃうんで少しこう引っかかった感はあるんですけどあのスピード感と柔らかさっていうのはうまく使えてるんでどちらかというと本当にこう柔らかい動きからパフォーマンス性を高めたい方にはすごく乗りやすいかなっていう今モデルになってるん で今度まあ比較するのが今度 80s アフロなんで、はい、またそれはまたちょっと違うコンセプトでそれはまた説明しながらやりたいと思うんですけど何しろこうフローコンケーブと違うのはこう水を吸収するっていうのか V で浮いてる状態なのかそのあたりでやっぱりこうレールワークとかもこう簡単にやりたい人はすごくいいかなと思うんで、はい、まあ、この元々あった 80s から 80s ハイに、うん、で 80s ハイっていうのは 80s ってのは元々コンセプト的にスケートボードをこうレールワークでこう覚えた人がこうすんなり入れる昔のサーフボードってだから 80s って言うんだけどあ、まあ、V から V コンケーブっていうことで水が水の上にこうフローコンケーブと違う、うん、根拠水を吸収するっていうよりも、はい水のに浮いた状態か船の理論いやめちゃめちゃそんな感じだったんですね、はいはい、それをヒロトがうまくこうどうくその辺分かったいやめっちゃ分かりましたすごいとにかく感じたのが安定感がめっちゃあるなっていうので、うん、こうブレたりもせずに踏んだ分だけしっかりこう跳ね返ってくれるっていうかもうこうなんつうのコンケーブがこういう風にドームになってるところに水が入るのと違って、はい、V になってることでこう浮かされる、はい、でさらにワイレストが全体あるんで、はいはいはい、安定しつつこう倒れてもこっち側の V の反対がこうついてくれる、はい、でこうついてくれるっていうイメージだから、うん、コンケーブと違ってピタッとこうくっついてるよりも柔らかさがあるいやすげえ柔らかかった柔らかさの中に動きがあってでダブルあの V コンケーブそうですねすごかったですこれがフローしながら水をキャッ、うん、噛んでくれたら最後のエンドはふわーっとスピードあるんだけどちゃんとこうアクションができる、はい、めちゃめちゃ乗りやすかったですすごいストレスがない板だなと思いました、ね、バッチリめちゃめちゃパフォーマンスもしっかりできて、うん、カーブリップともに全然問題なかったんですげえおすすめです自分は今日びっくりしましたこんな大きい板であそこまで動かせると思わなかったんで年配の人とか、はい、例えばまあこれから出てくるフレッピーとか、はい、そういうのと違ってある程度乗れる人、うん、いや、まあ、本当そうですね、うんまあ、あの4級から3級がちょっとこうレールワークとかちょっとこう浮いた簡単な状態でマニューバーをしたい人とか、はい、そういう人にはすごいおすすめがあると思うんで、はい、で特にこのところのフィン結構良かったですね、うん、合ってました、ね、見てて全然スピードもあるし、うんまあ、そのやっぱり体重によってフィンの説明になっちゃうんだけど、はい、ヒロトの体重から言うとミディアム、うん、でこのワイデストがあるけど、ね、だからといってラージをつけちゃうと引きずっちゃうあちょっと重くなっちゃいそうですよねだからそれをミディアムのフィンに合わせるっていうのもすごくいいと思うんで、うん自分が身長171の66キロで全然 M のフィンでも問題なかったんで参考にしてみてくださいありがとうございます次はどれの次は、80s アフロに行きたいと思いますアフロはい今 80s ハイを乗ったので次はこのアフロに乗り換えてフィンは全く一緒でところの M を使って行きたいと思います 80s アフロ2024モデル行ってきますよろしくお願いしますThank you.
コンセプトはもうほぼ同じようなイメージで、コナミというか、まあ少しこうよりもっとこうパフォーマンス性を、さらに小さいダミーのパフォーマンス性を高めるために、80s アフロっていうのを作りました。まず変わっているところがテール形状がスワローテール、スワローテールにすることで、ここのやっぱりこうルース感を出す。そして 80s ハイとちょっと違うのは、元々あった 80s ハイ、 80s がややストレートロッカーに近いようなイメージの V コンケーブで、でそれをさらにパフォーマンスで少しこうロッカーをつけて、さらにちょっと V とコンケーブを強くしたのが 80s ハイ。その中間で、その 80s と 80s ハイの間の80s ハイよりも V がやや弱く、 V コンケーブも弱くで、ロッカーもややレス。でどっちかっていうと 80s、 元々あった現行 80s よりは少しロッカーついて、ちょうど中間のコンセプトを取り入れて、やや小波、まあ走りを中心の中でコンパクトに回りやすいような、今ヒロト のさっきのバックサイドもそうですけど、スピード感がありながらもすごいタイトなセクションでも回転性をすごくうまく使えているような、そんなイメージになってます。動きがちょっと変わりましたもんね。変わりました。やっぱりさっきのは前にボーンと前に出てる、フローしながら出てるんだけど、それの中でやっぱテールがこう回しやすくなってるというか、回転性が強くなってるんで、そのあたりのイメージで、まあ今日はちょっとね波がある方なんですけど、それこそ腰腹とかそういう時にスピード感が惜しくてすごいこう回転性をっていう方にはすごく乗りやすいかなと思います。はい。今のライディングもそうなんですけど、さっきの 80s に比べるとこうなんかぐわっと張り付き感があるというよりも、まあ、コンケーブではないんですけど、浮いた中でもやっぱり横へのスピード、やっぱロッカーがレスな分やっぱりこう横へ走っていくスピード感が全然違うっていうのと、でもその中でもやっぱり設定が短くなっているのと、スワローテールでやっぱり抜いた瞬間にすごく速いというか、まあ、そんなイメージでやっぱほんと小波に生きてるような、そんな感じです。ありがとうございます、自分のイメージ言っちゃっていいですか、はい、80s ハイの加速力が増したって感じですか。そう。あ、よかったです。すごいなんかこの板は安定してこうファンファンと押してくれる感じなんですけど、もうこっちは一回走ったらどん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 加速してくれる強さがある。そのたりは何か、どんな感じだった。あとはもうこう、なんですかね、引っかかりがいいっていうか、うん、ボトムターンとかした時もこうクイックにすごい動いてくれる感じがあるのと、安定感もこっちも全然あるんで、マニューバーが全然こっちいけるなと思いました。その通りで、まあ、ヒロとか言ってたら加速感というのは、さっきライディング中に説明したやっぱ 80s ハイよりもロッカーが少しレスになってるっていうことと、さらに強い部位がやや緩くなって、緩いダブルコンケーブになってることで、やっぱりこう水の上を走りやすくなってる、うん、こっちはどっちかというとフローしながらスタンダードなマニューバーをかけやすい、はい、こっちはどっちかというと今言った引っかかりが良くてコントロール性がいいっていうのは、やっぱりスワローテールにしたこととロッカーレースとやっぱ短めの設定っていう部分でポケットを逃さずにライディングができる。なんでまあもちろんなかなかね、いやらしい言い方しちゃうと日本持ちってね難しいかもしれないけど、ね、これが 80s ハイがやっぱりちょっとサイズがある時に乗りやすいと思ったら、はい、これよりも短く幅をつけてやや厚みを出すことで、例えば 80s ハイが胸から頭ぐらい、で腰腹でちょっともうちょっと加速感が欲しいなってヒロトが言った通りのスピード感が増していくっていう部分では、はい、短くワイズガール設定にするとすごく乗りやすいし、小波でのだオールラウンド小波用という、はい、だ両方同じようなタッチで乗りやすい。なんかすごいノーズのワイド差があるからか、小波の引っかかり方がすごい良くて、うん、このここの重心入れた時のここの加速感っていうのがすごい感じられたんで、コナミでも多分全然問題なく使えるなっていうイメージです。ありがとうございます。続いてインスタですね。インスタ、もうこれもう本当これなんかこの板すごい思い出があって、てつさんがガン決めしてたのを俺目の前で見たことあるんですよ、ね、ものすごいサーフィンしてたことあって、
もうちょっと負けないように頑張りたいです、ね、なんかいっぱい一回仮パク狙ってたよね。仮パク狙ってましたすぐ戻っちゃいましたけどサイジングが、5/8 20:2 16/7 31.02L ですね。あー楽しみです。鉄さんボードをお借りできるなんてこんなことないと思うんで仮パクできるように頑張ります。ヒロトが乗ってもらっているのがインスタ、音のパフォーマンスなんですけど、まあ、インスタを改良するときも、モデルを作るときは、今まであったエッジや、コンポラあとホップホッピーいろんなこう大人のパフォーマンスとオルタナティブというのを全て融合したようなイメージでテイクオフの速さ、回転性、やっぱりスピード感、まあ、ヒロト何本かライディングの中でやっぱりスピード感がある中にもやはりこうパフォーマンスが強い、やっぱりヒロトプロなんでやっぱりそれなりにすごいハードなアクションもしてくるんですけど、どちらかというとテイクオフの速さからスムースな走りだし、まあこう当てやすいボトム形状がシングルダブルで2チャンネルチャンネルになってるんですけど、まあ、チャンネルが入ることでまたさらにスピード感を増す、さらにコンケーブで回転性を出す、それが全てこう一個にこう集中したようなモデルなんで、まあ、ヒロトのライディングでバックサイドにしてもやっぱり全てノートルムの中でも結構いいアクション、フロントサイドもやっぱりワンヒットからロールインにしても綺麗にこう回転数のあるライディング、それが多分全てモデルの特徴を生かしたライディングなので、どちらかというと、まあ、週末で、まあ、一本で楽しみたいっていう方にはすごくインスタいいのかなと思うのと、あれはもともとはスワローテールフィッシュみたいな形、スワローテールが標準なんですけど、あれは、モアカスタムのラウンドテールになってます。ラウンドになることでよりまたスムースになる、そんな感じで、まあ、ライディングの特徴もちゃんと出てるので、かなり週末サーファーや大人の方、あと1本でもうこうオールラウンドも、まあ、ツインとかいろいろ乗りたいっていう中でパフォーマンス持っている人はすごくいいと思います。恋に落ちましたこれね、これね、はい、いい板なの分かってる、これ本当にいい板の自分も分かってたんで楽しかったですこれね、秘密言っていいよ、はい、これなんだかんだ言って浦山さんずっと持ってんだよ、この板。そうなんですよ、ね、そうなんですよ、これね、調子いいからなんだよ、はい、今日から僕のっていうことで大丈夫ですかね、これ大丈夫ですよね、大丈夫ですか、やったやった飯田さん一緒に乗りましょう、これということで、もうインスタでしたね、はい、はい、めちゃめちゃこれはもう、まあこれが生まれてくる前に、はい、歴代のもう大人の休日と言われた、大人のパフォーマンスと言われたものが全て一個にこう融合した、はい、なんでもちろんこうヒロトのライディングを見て分かったと思うんですけど、走りドライブ感、回転性、はい、で安定感、テイクオフの速さ、全てがこう入ってました、入ってるっていう、はい、ね、そんなライディングを全てこうもう見てて、やはりこう安定してるというよりもこうやりやすそうに乗りやすそうっていうのは、うん、一般のお客さんが一番乗りやすいイメージ、はい、やっぱりテイクオフが遅いから、でもテイクオフ速くすると大きくなっちゃう、はい、でも大きくなることで重くなる、うん、でそういうことを、まあ、全て抜いた、はい、まあ、テイクオフ速く走りもよく回転性もあるこう全てをこの中に凝縮したんです。すごい良かったですね、はい、抜いた、面白い面白い、もっと乗りたかったんですよ、はい、ちょっと大きい効果迷いましたもんうと思って我慢して戻ってきました。これはねもうずーっと浦山さんが持ってるの知ってるんですよ、ね、入れ替えないでずっとこの板を持ってるの、たまに出てくるんですよね、ひょこっとあれテスト最近乗ってないなと思ったらスッと出てくるんで絶対調子いいんだろう、今日から僕らなんでいや面白かったです、ありがとうございます、いやめっちゃ良かったです。次は
2024モデルですね。2024モデルの、はい、ナンバー4ザエッジ、こちら乗っていきたいと思います。サイジングも多分これとあんまり変わらず、510の20と2分の1、2と16分の9、33.18 リッターなんで、とにかくコナミの時はもう早い早い早いだったんで、すごい楽しみですね。お願いします。お願いします。今乗ってるのは、2024年モデル、ナンバーフォーザエッジ。もうこれはもうかなりね、もう10年前とかに、大人の休日として、発売された、もう楽なパドル、楽なテイクオフ、楽な走り出しっていうのが、もう歌い出しというか、だからもう何しろ楽して乗ってもらおうっていうサーフボード開発で作られたエッジを、さらに今のこのコンセプト上、いろいろな、まあ、先ほど乗ってもらったインスタだとか、やはりまあ、エイティーズももちろんスワロー、コナミオとか、まあ、歴代にいろいろエッジもいろんな形でできたんですけど、まあ、その中でも先ほどのインスタと違うのは、安定感と、やはりそのエッジはもともと横へのスピードと、横へ横へ横へっていうスピードある、スピード感あるライディング特徴にしたサーフボードだったので、それが多分生かされてるとか、先ほど のインスタの回転性とかに比べると、横へのスピードで波をメイクしていく、そんなイメージのサーフボードです。はい、もう1本目から見せてギューンってなってるのが分かります、はい、そうなんですよ。ドライブ感と、もちろんインスタもドライブ感あるんですけど、物に比べという部分で見てもらうと分かるのは、すごいスムースな柔らかいタッチと安定感で、こう重さがあるライディング、重さっても悪い意味じゃなくて、スピードあってこうぐわーっとるくなるようなライディング、はい、その差がもう明らかに出てるんで、どちらかというとやっぱ抵抗波やって安定しながらもこうライディング、スムースにライディングするっていう方は、どちらかというとナンバーフォーザエッジ、あれはトライプレーンホルっていって、V 形状から、あ、シングルダブル、あ、 V 形状フラットからレールが少し V になっていて、でエンドがコンケーブになっている、こう特殊なコンセプトになってまして、それがまた走りとやや回転性をしっかりとこう持ってくるようなイメージのボトム形状で、ロッカーももちろんレスになってるんですけど、そういうことから抵抗の速さとスピード、まあ、回転性、その辺があると思います。全体の流れを見てもらって、今の、ナンバーフォーザエッジはもう安定感があって、こう体重を乗せてるだけでこう横へのスピード、加速、なんていうの、トルクなる走りで、最後のライディングもそうですけど、走りながらも、まあ、フローターで前に抜ける時もこう回転性っていうよりも板に任せて前に出るっていう、板任せにこうサーフができるっていう、インスタと違うのは、インスタどっちかって言ったら自分のこう下半身自体でこう回転性というコントロール性をつけながらサーフィンできる、どっちかっていうと大人の中でも、まあ、NSA の級でいうと3級から2級もうちょっと上っていう人はインスタのこうパフォーマンス性、どちらかというと、まあ、これは人それぞれなんですけど、まあ、4級、3級、3級から2級に行こうかな、でも安定感が欲しいなっていう人はナンバーフォーザエッジっていうような、そういうなんか安定感と回転性とこう両方、もう
見てもらって分かるぐらいの違いが出てると思うので、それはもうオーナーさんに聞いていろいろやるのはいいのかなと思います。ねー、はい、本当は全部持ってるのが一番いい、ね、もうそれが一番いいと思います、はい、気分で使い分けるのが一番最高だと思います、はい、すごいですね、分かりやすい、ありがとうございます。いや伸びるね、もう早い早い、伸びるギュンギュンと伸びる、すごい。一番思ったのが本当パドルからテイクオフがめっちゃ早いんで、いつも乗ってるポジションより1個奥から乗れるなっていうイメージだったんですよね。最初の説明、乗った時の説明であった通り、はい、エッジを作った時の楽なテイクオフ、楽な走り出し、楽なパドル、全てが取り入れた、このリバイバルではないですね、リバイバルに見えるんですけど、実際は全てのコンセプトをまた新たに、あの今の当時のそのエッジが出た頃っていうのは何しろ楽で楽楽っていうイメージだったんですけど、もうだんだんやっぱり皆さんいろんなサーフボード乗られて、例えばジャスティスのユーザーさんなんかはもうスキルがどんなんだって、スキルがある中でもやっぱり年っていうのはやっぱ取っていくので、そんな中でも年を取った人でも楽に乗ってもらって、パフォーマンスで特に感じてもらったと思うのは、重心を乗せてるだけで、いや本当にトルクあるターン、思いっきり前に出るターン、はい、そういうイメージでは、まあ、コナミでも楽に乗りたい、まあ、サイズあっても楽に抵抗したいとか、まあ、掘れててもね、今日ちょっと通常では掘れてると思うんで、そうですね、そんな中でもやっぱりね、プロなんでやっぱコントロール性をうまくつけてたんですけど、こういう波でも速いと思っても重心乗せるって前に出る、いや本当にもうこのレール入れてるだけで勝手に進んでくれるんで、うんうん、波にこうフローターした時とかも自分で操作するっていうか、こう板がもう前に出てくるんで、ね、ギューンっていう、そうです、ギューン感がすごかった、ギューン感がもうすごいんで、もうあともう自分が体勢こうやって待ってるだけでも板が押してくれるんで、うん、すげえ速かったですね、めちゃめちゃ面白かったです。これも欲しい、みんなぜひ乗ってみてください。インスタと比べて、まあどっちかって言ったら少しこう自分でコントロール性をつけられる人、はい、例えばトップでちょっとこう回転性を利用して前に出たりとか、はい、パフォーマンス早い時にタイトな選手を回したい、そうしたらインスタをインスタの方がいいですね、まあ、やっぱり板任せに前に出たいな、板任せにアクションしたいな、メイク率を高くしたいなって人はやはりナンバーフォーザエッジの方がいいですね、まあ、いいかなと思うので、まあ、それはもういろいろオーナーさんがサーフィンを見てると思うので、はい、だから今持ってるものに対して変えていくのか、はい、新たにこう試してみるのか、まあ、そういう意味ではすごく全てが揃ってる、いやよかったね、はい、もう本当これはもう楽にサーフィンができますね、はい、バッチリです、パドルからもう本当ドルフィンも問題なくできるんで、この魅力あってもすげえ面白かったです。ということで、じゃあ今日はこんな感じで4本の板を乗り比べてみたんですけど、はい、自分的にもめちゃめちゃ楽しくて、視聴者さんにも分かりやすく伝えられたかなと思います、はい、ありがとうございました。また次の動画でも、いろいろ検証だったりとかをしていきたいと思いますので、はい、皆さんチェックの方お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。